皆さんどうもこんにちは、フルサクチャンネルのサクシと申します。本日はですね、プレミアムバンダイからこちらデジモンのね、衝動という食玩のコンプリートセットが届いたので、こちらを開封していこうと思います。衝動っていうのはどうやらね、食玩のシリーズみたいで、僕ね初めて買ったんですけど、仮面ライダーとか出てるみたいです。でまあそもそも単体で1個1000円ぐらいするのかな、ちょっと高めの食玩にはなるんですけれども、今回は3つセット、そしてこのね特別な箱がついて、あと台座もついてかな、専用台座もついて、5500円ぐらいだったかな、で購入しました。でやっぱこの箱がかっこよくってね、箱のデザインだけなんですよ、正直プレ版で買う意味って。基本的に市販もされている、一般販売もされている3体のセットなので、頑張ればスーパーとかで買えるんですけれども、台座とか箱をコレクションしたい人はまあこちらプレ版のセットを買うのが一番硬いのかなという感じ。セット内容もね、台座とフィギュアがついて、あとガムが3つついているという感じになります。この箱のかっこよさがやっぱすごくってね、まあそんな感じで開けていきましょう。中はこんな感じで、簡単に本当にね、食玩で売ってるものが3つと台座が3つ、すごい簡単に入っていました。でまあこちらの専用台座がね、結構いい感じになっておりまして、しっかりね各紋章がここに書かれておりまして、これいいよね、しっかりとした透明なクリアパーツの台座がついていて、この前のお茶子の動画でも言ったんですけど、やっぱね台座大事ですね。ということで1個目はガルダモンですね。こちらまあ本当食玩って感じでしょ。もう僕らの世代からするとこれが1000いくらするなんて考えられないんですけれども、だって正直なこと言うと指人形のサイズじゃん箱のサイズだけ見ると指人形とかのサイズなので、これをパッと子供に欲しいって言われてカゴに入れて1000いくらしたってなったら、ね、ちょっとね驚愕するとは思います。だいぶ上がったよねやっぱり値段が。でこちら最後ウォーグレもなってるし、かっこいいよねやっぱ。でもあの何でしたっけ、ソードとかと違って箱1個買えば1体完璧に出来上がるっていうのは非常にいいものになりますよね。さあそんな感じで、まずはガルダモンの方から組み立てていこうと思います。いやこれがね懐かしい感覚で非常に良かったです。本当久しぶりの食玩だったんですよ。デジモンの食玩自体がそもそも久しぶりだしね。で中にこのね説明書というか組み立て図が書いてある感じとか、骨骨ザルスを思い出しましたわ本当にでまあ中は本当食玩ですね、ありきたりな食玩のこういう風なね梱包になってました。ただねパッと見で思ったことは、塗装がとても綺麗で、こんな感じで組み立てていきまして、まあ組み立てはね結構簡単な方だったと思います。最後に羽をつけてあげるとガルダモンが完成。いやかっこいいよね、塗装がとてもいいです。さっきもね言ったんですけど、もう目とかもしっかり塗装が入っていて、細かい部分のね塗装の省略が全然ないんですよ。しっかりとね塗装があるところは全部塗られている、細かく塗られている、そんな印象でした。もうねただね取れるのよ関節が頭も取れちゃう。まあ、気を取り直しまして、で結構こういう風にポロ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 取れたりするんで、可動は気をつけなきゃいけないんですけれども、本当ねパッと見の見た目はね、これ本当に食玩って思いました。これ伝わるかわかんないんですけど、僕の指のサイズから比較してほしいんですけど、すごい小さいんですよ本当に。この小ささでこのクオリティ出せるんだって思っちゃいました。本当によくできています。この辺のシワとかね、足の爪の部分とかすごいよね。でしっかりこう足にも文字が書いてあります。で台座はこんな感じ、なんかねちょっと難しかった、組み立てるのかこっちはね。でも綺麗なクリアパーツですのでね、紋章が輝きますと。でこんな感じで乗っけてあげてね、後から気づいたんですけど、もう一個使い方があるみたいだったので、後で台座で回してるシーンはそちらで対応しております。で2つ目はこちらエンジン部門を開けていこうと思います。エンジン部門キャラクター自体が細いので、その辺がすごい気になるところですね。でガムが入っております。まあ、これ食べちゃうんだけどね。はい、で完成したらこんな感じで、すごくないですか。伝わらないのかな、これ動画だと難しいんですけど、すっごい小さいんですよ本当に。この小ささでこのクオリティ出せるんだっていうね、本当割と驚愕、本当に驚きました。これすごいなって、このメット部分とかすごくないですか。塗装もしっかりなんかこう鉄感出ててね、いやこれは本当に驚かされましたね。すごってなりました。だからこの辺ですごって僕も言ってるんですけど、開封中に。ここの足のリングとかさ、すごくないですか。細さもねすごいんですよ、あのエンジン部門ね、すんごい細いんです。でこういう風にね、専用台座はなくても立てるようなパーツがついておりまして、なのでまあ食玩で買っても、もちろんスタンドなくても立たせられますよというものがちゃんと付属しておりました。ガルダモンとかウォーグレモンにはついてないので、細いエンジン部門限定ですね。エンジン部門じゃない、エンジン部門だわ。エンジン部門は細いのでね、でこういう昔ながらのね足につけるパーツとかも付属しております。優しい設計、親切設計ですね。で台座はこんな感じ、もう組み立てるのめんどくさいのでちょっと後で組み立てます。で最後はウォーグレモンになります。いややっぱ一番これが楽しみでしたね、さすがにこの3体だと。あとね第2弾第3弾とオメガまであるんで、その辺も買ってるんですけどね。いやいつ届くんだろうな。いやーこれすごいんですよウォーグレモン。でガムは食べちゃう。
いや本当にね、大黒ももう塗装からこの色合いから見て分かってもらえると思うんですけど、もう食玩のクオリティをはるかに超えております。初めはね、正直これ3体で5500円、高っって思ったんですよ。ただ開けていくうちに、いや高くはないなと、これは全然値段相応だぞと思いました。ウォーグレーもほら、このねシルバー部分の塗装だったり、このイエロー黄色の部分の塗装だったり、爪との、ね、塗り分けだったり、あと手の部分ね持ってるんですよ。ウォーグレーもね爪を持ってるんですけども、クロウを持ってるんですけども、このね爪の部分を持ってるところとか、あと血管とかの再現が非常に細かい。このサイズでこれやれるんだって本当に思ってました。ちょ、仮面ライダーの衝動シリーズもとても気になりましたね。ただ関節は取れちゃう。でこれ関節取れるのだけはちょっとね、ポロポロ取れたんですよ。天柱もこういうのをカットしてるんですけど、最後はちょっと残しちゃいました。それだけ勘弁って感じでしたね。ずっと直すのにこういう風に時間がかかっちゃうんですよ。まあでもいざ直ればね、そう立たせておけば非常にいいフィギュア。このサイズでこのウォーグレモンはね、しばらくまた出ないですよ。ほんと奇跡のフィギュアだと思います。すごくないですか、このサイズ感。伝わるかな、これちっちゃいんだぜでこれ台座がついております。いや本当にね、3体開けて思ったのは何も高くないんで、ぜひデジモン好きで見かけたら買ってほしいです。めちゃくちゃよくできてるんですよ。このプロポーションすごくないですか。食玩ですよこれ、まあ、1000円しますけどねこのエンジンウーモンだって、この細さを食玩で出せること自体が驚きですからね。もっと太くなっちゃうのかと思ってた。エンジンウーモンはガルダモンとかね、なんだろう、ガルダモン気に入ったな。一発目に開けたからかな。すごい塗装がね、細かいガルダモンがしっかり再現されていました。ウォーグレモンとかよく立体物見るんだけど、ガルダモンってなかなか見ないから、それでいくとすごいいいんじゃないかなと思います。という感じで今回はね、デジモンのね衝動シリーズ、今回はあれですね、新しいデジモンアドベンチャーの方に合わせて発売されておりますので、古いものとは違うものになってるんですよ。なのでこのシリーズでぜひ、この前出てきたメタルグレーモンとかね、あの両腕が機械になってるあの辺とか出てくれるとすごい僕は嬉しいです。メタルグレーモンファンとしてはね。でガイアフォースのポーズとかも一回腕を外せばできます。ちょっとね、一回腕を外さないと手が干渉しちゃうんだけどね、できるので。でエンジェルモンはちょっとポージングは難しいかな。ポージングはちょっと難しいとは思うんですけれども、そもそもエンジェルモンってこうやって飾るもんじゃん。なので僕はこの状態でこのまま飾ろうと思っております。ほんとすごいプロポーションしてますよ。本当に驚愕しちゃいました。びっくりしました。本当にちゃんとね、マフラーみたいなやつもついてますしね。妥協がないんですよ一切、造形に対して、あと塗装に対して、特に塗装に対してかな。本当にね、一切の妥協がないまま小さいサイズに小型化した、そんなフィギュアになっておりました。でまあこのね、僕が一番気に入ったというかガルダモンね、やっぱすごいな。360度見ても塗装のね、ここを塗ってないじゃんみたいなのが感じられない。そんな食感なかなかないですよ。指人形なんてほぼ色なかったんだからって感じになります。そんな感じで今回はね、衝動のデジモン第1弾シリーズになりました。第2弾第3弾もね、もちろん予約してますので、こちらで紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。そんな感じで僕たちフルサクチャンネルは、フィギュアのレビューだったり、デジモンだったり、カメラだったり、いろいろやっております。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。さあそんな感じで今回はご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。